の通りの貧乏人だが愉快に生きてるぜ。コンディションすべてよし、行くぞ。今日はいつもの橋ではありません。中川を越します。ひばりがピーチクパーチク、のどかだな。旅には刻々と変化をする中で時に問題解決をしなければならなくなることがある。それを忌み嫌って安全を求めるのか、面白がってチャレンジするのかはその人の生き方次第だね。江戸川を渡るよ。あー、うるさかった。ほんと車道うるさくしゃあないね。ここはのどかでいいよ。江戸川の土手の上。おお、同業者があっちから走ってくるよ。ほら、その名も運河という川です。これからこの浮き橋を渡ります。子供とよく来ました、ここに。ついこの運河に惹かれて、イエーイ、気分爽快。サイクリング対抗。この川ここまで来るの初めてです。景色最高。何これ、知らなかった。最高の最高の景色。これいつの間にやら利根川になってるみたいです。さっきの水門のところが利根運河と利根川との境目だったみたいね。これどんどん行っちゃうと調子に行っちゃいます。調子いいね。よかねえよ、帰らなくっちゃ。こんなところか。あー、遠くに見える町、あれひょっとしたら砦だよ。砦、あんだ、まあこんなとこまで来ちゃったの。砦周りで江戸川に出て帰るにしようかな。ということで砦に向かうのはいいんですが、じゃーん、なんじゃこりゃまただよ。僕のサイクリングは人生で同じで、いつもこんな調子であっち行ったりこっち行ったりしてます。そのあっち行ったりこっち行ったりしてるのを楽しむというのが醍醐味なんです。道がないけど、あそこに階段がある。
滑る。ああ階段はあるけど、どうやって行くのこれ。階段の手前には用水路か。じゃんじゃん、橋を見つけました。僕はサイクリングやってんだよ本当は。あーきつい階段だな。あまだある。アスファルトの道だ。ありがたいありがたい。砦ではなく柏だったようです。近所でよかった。ほう、柏もいつの間にやら高層ビルが立ち並ぶようになっちゃったんだ。なんかこの高層ビル見たんで砦だと思っちゃったわけよ。まだこういうのどかな景色が残ってました。おろしひでかつ定食ランチ、はい、おろしひでかつ定食ランチが一つ、はい、ありがとうございます。お塩おしぼりなど前になります。大堀川に出ました。堀川です。ずいぶんここまで来るのに遠い道のりでした。今回は大堀川だよ。大堀川、この先に手賀沼があります。おお、これは八重桜っていうのか。すげえよ。おお、大堀川の川幅が随分大きくなってきました。もうじき手賀沼です。手賀沼に着きました。おい、仲良くしようぜ。怒るなよ。あらららららら、あららららららら、威嚇して怖いこと。何威嚇しなくたっていいじゃん。友達になろうぜ。パクってやるなよ。おい。うわっ。ここで手賀沼とお別れして一般道で帰ります。タイムリミットと、はい、なりました。それでは皆様ご機嫌よろしゅう。バイバイ。自転車の旅、ツーリング、これだもん、やめられないのさ。ああ面白かった。